フィニエアのエアバス A350 から900型機、フィニエアは、フィンランドの航空会社である。フィンランドのフラッグキャリアであり、フィンランドのヘルシンキ・バンター国際空港を拠点に、フィンランド国内、ヨーロッパ、アジア、北、アメリカ、中東方面などへ路線を展開している。航空連合のワンワールドに加盟しており、路線網は、国内線、約20都市、国際線、 約79都市の合計で約100都市にわたる。また、日本では3大都市圏のみならず、地方都市の福岡と札幌に就航しており、日本発着の欧州系エアラインの路線では、フィンエアが一番便数が多く、ネットワークは最大規模である。航空券の座席予約システムは、アマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。 ロシア領内を飛行するためには、フィンランド政府が過半数の株式を保有しなければ、ならない協定が、フィンランドとロシアの間で、ソ連時代から結ばれている。フィンエアーの本社、ハウス・オブ・トラベル・トランスポーテーション・フィンエアーの旧、本社フィンエアー・ラウンジ地理的に、フィンランドの首都であるヘルシンキは、東アジアとヨーロッパ主要都市間の最短ルート上から、 近い港位置にあるため、日本への飛行時間は約9時間30分と短い。そのため、ヨーロッパの都市で日本から直行便がない都市へは、ヘルシンキ経由の方が同一国間で、国内線に乗り継ぐよりも時間のロスが少ない場合がある。ヨーロッパである程度の人口を抱える都市規模でありながら、その都市からのアジアへの直行便としては就航。 運行しにくい都市から移動する際、一度は乗り換えなければならない旅客をコンパクトで利便性の高いヘルシンキバンター国際空港で乗り換え客の需要を取り込み、また旅客の移動時間を数時間短縮するという点を広くアピールしており、アジアとヨーロッパのそれぞれに存在する一定規模の都市間の移動需要をハブ空港のあるヘルシンキで一度束ねて、 運航するという戦略をとっている。日本の三大都市圏に就航しているためを収穫。都市への乗り継ぎのために滞在する。日本人旅行者も空港内に多く見かける。2009年より始まったヘルシンキ・バンター、国際空港のリニューアルにより、さらにトランジット効率を主眼とした、国際空港になり、旅客の利便性も向上した。国際線ラウンジもリニューアルされ、 フィンウェアラウンジやターミナル全体で無料 Wi-Fi 接続サービスも始まった。2009年12月にオープンしたフィンウェアスパサウナはビジネスクラス利用者やフィンウェアプラスプラチナ及びゴールド会員、ワンワールドエメラルド、サファイア会員は無料で利用できるがその他の乗客も有料で利用可能である。新しいヘルシンキバンター国際空港の 旅客ターミナルでは、ヨーロッパの主要空港と比較して、乗り継ぎ時間が短くなり、国際線の出発ゲートも、ターミナル1が、ヨーロッパ各都市への出発便に集約され、ターミナル2が、宣言協定非加盟国の、アジアアメリカイギリスアイルランド、ロシア等の路線線用出発ゲートとなっている。MD-11 の、エコノミークラス機内クラス編成は、 ビジネスクラス、コンフォートクラス、エコノミークラスの3クラス制。ビジネスクラスはフィンランドを代表するブランド、イッタラやアラビア、マリメッコの食器を使用している。また、日本人客室乗務員も在籍しており、基本的に、各便2.3名乗務している。コンフォートクラスは、ヨーロッパ駅内発着の長距離レジャー便のみの設定となる。長距離国際線、および、 長距離レジャー路線では、機体年齢の新しいエアバス A330 から300より、人間工学に基づいたゾディアック製の、次世代、ライフラットおよびフルフラットシート座席が順次装備され、2014年秋までに、すべて完了する予定である。ゾディアックは、エアバスの次世代機のエアバス A350、XWB の座席も開発している。長距離レジャー便では、 クオリティエコノミークラスとデラックスコンフォートクラスから座席が選択可能となっている。コンフォートクラスの場合は座席と足元にスペースが確保されている。レジャービンでは付加サービスがあり特定の座席の予約やプレミアムミール等が注文可能となっている。スキーなどのスポーツ器具や消火手荷物の輸送料を事前に支払いを行えるサービスを 出発便の30日前から受け付けている。ヨーロッパ便ではフィンランド語と外国語の新聞と雑誌をビジネスクラスのすべての乗客に提供している。エコノミークラスとビジネスクラスがある長距離便ではエコノミークラスの乗客はインターナショナルヘラルドトリビューン市またはイルタサノマト市を3ユーロで購入できる。国際線では エコノミークラスとビジネスクラスの両方の乗客に新聞と雑誌を無料で提供している A350XWB のエコノミークラスすべてのエアバス A330 から300とエアバス A340 から300ではエコノミークラスやビジネスクラスを問わず各座席にパーソナルエンターテインメントシステムとスクリーンが装備されており パーソナルエンターテインメントシステムで衛星電話、映画、ゲーム、テレビ番組、音楽チャンネル、音楽アルバムが利用できる。音楽サービスではオリジナルのプレイリストを作成することも可能で、ラップトップコンピューターやミュージックプレイヤー用の電源も利用できる。ただし、一部のレジャービンでは5から8ユーロのエンターテインメント料金が必要となる。機内では座席にある。 衛星電話を使って地上のネットワークにテキストメッセージやショート E メールを送信することも可能。地上から送られた返信メッセージを機内で受け取ることも可能で、この場合、1メッセージにつき 1US ドルの料金がかかる。長距離国際線のビジネスクラスでは、前菜、スープ、メインコース、チーズ、デザートとフルーツによるコースメニューが提供される。また、 手短に食事を済ませることのできるエキスプレスミールサービスも用意されている。エアバスウェイ340から300およびエアバスウェイ330から300ではビジネスクラスのメインエントランスに専用のスナックバーも設けてありビジネスクラスの乗客はここで軽食や飲み物を自由に選ぶことができる。またウェルネスエネルギー、フードラバーズトリート、シェフズグルメの 三種から一つを選び、事前に予約することができる。エコノミークラスの乗客は、サラダ、メインコース、チーズ、デザートなどが基本となっている。また、ほぼすべての長距離路線で、着陸前に暖かい軽食も提供される。ヘルシンキ、日本路線では、夕食メニューに、メバルの煮付け登場するなど北欧の、航空会社らしからぬ趣向を凝らした献立が、 存在するため、日本人旅客のフィンエアー機内食に対する評価は高い。その他にも、軽食を機内で、いつでも購入することができる。日本、中国、韓国、インド、シンガポール便などのエコノミークラスでは、様々な種類の飲み物が用意され、ソフトドリンク、ジュース、ミネラルウォーター、ビール、白ワイン、赤ワインは、無料で提供され、その他のアルコール類は、 有料となっている。機内紙はブルーウィングスである。インターネット上でデジタル形式でも閲覧が可能となっている。フィニエアーの機材は以下の航空機で構成される。フィニエアーはヨーロッパの航空会社として初めてエアバス A350XWB を運航した航空会社となった。2012年9月、ラトビアのスマートリンクス航空より エアバス A320 から200型機を、リース当初の機体塗装は白地に、青色のラインと、フィネアの文字、尾翼に、フィンランドの国旗というパターンだったが、2000年代頃から、ラインが廃止され、尾翼には、F を図案化した会社のロゴマークに変更されている。フィンエアから、子会社のノルディックリージョナルエアラインズ、ノルディック、グローバル航空に移管された機材も含まれる。 フィニエアーでは、マイレージプログラムとして、フィニエアプラスを運営している。フィニエアーの公式サイト上で入会手続きができる。2歳以上であれば、誰でも加入することができ、フィンエアー及びワンワールド加盟航空会社での利用距離に応じて4種類のカードが用意されている。2歳から17歳までの乗客は、フィニエアー、プラスジュニアプログラムに入会できる。フィニエアー、 プラスジュニアの会員資格は、会員が18歳になるまで有効となっており、その後、ベーシック会員カードに、自動的に切り替わる。ワンワールド加盟航空会社、及びその他の航空会社への搭乗や提携している、ホテル、レンタカーなどの利用でポイントを貯めることができる。なおフィンエアープラスでは、航空会社利用でのポイント加算は、 他社のマイレージサービスで一般的に利用されているマイルによるものではなく飛行距離 1km につき1ポイントとして積算する。レベルポイントを貯めることでフィンエアプラスプログラムの会員レベルがベーシック、シルバー、ゴールド、プラチナと上がる。なお、ポイントの執行期間が設けられており獲得から3年経ったポイントは順次執行する。2013年に リニューアルされたフィンエアの航空券のタイプはベーシック、バリュー、プロ、ビジネスセーバー、ビジネスの5種類。2012年5月15日よりフィンエアープラスライフタイムゴールドまたはプラチナレベルの会員資格に達した会員はフィンエアープラスのレベルに応じた特典について特典利用期間を廃止し永久的に特典が利用可能となった。 フィンエアープラスライフタイムゴールドレベルには通算300万レベルポイント、フィンエアープラスライフタイムプラチナレベルには通算500万レベルポイントを獲得する必要がある。2012年10月1日よりフィンランド国内線のフライトでフライビーのフライトを利用すると特典ポイントに加えてレベル別ポイントが付与される。航空券にフライビーの IATA コードである。 BE コードに加えて、フィンエアーの I コードが記載されている、すべてのフライ b e のフライトが対象となる。フィンエアープラスのすべての通常会員特典も、これらのフライ b e のフライトで有効となる。航空券に I コードが記載されていないフライ b e のフライトについても、今後特典ポイントが付与されるようになるが、イギリス発着のフライ b e のフライトについては、ポイントは付与されない。 航空券の航空会社欄に定型航空会社の航空会社コードが記載されており、使用される航空機が定型航空会社の航空機である場合に限り、定型航空会社のフライトもポイント付与の対象になる。定型航空会社のフライトで付与されたポイントは、特に指定のない限り、フィギエアプラスカインレベル別ポイントには加算されない。 2002年11月18日より、フィンエアと SBB スイス連邦鉄道は、コードシェア便を開始した。フィンエアが運行する、ヘルシンキチューリヒ線と接続する形で、スイス連邦鉄道の列車が走る、チューリヒ中央駅、バーゼル SBB 駅、ベルン中央駅、ルツェルニ駅、ローザンヌ駅間で、コードシェアが行われ、フィンエアのフィンエアプラスのマイレージが加算される。 利用者は航空券と鉄道の予約のみならず、目的地までのチェックインが一度に可能となった。フィニエアーの前身となっていたアエロ時代には死亡事故が起きている。しかし、フィニエアーは217便の事故以降、2019年3月現在まで一度も死者を出す航空事故は起こしていない。このため、カンタス航空やキャセイパシフィック航空などと並び、 世界的にも最も安全な航空会社と言われる、ケウな航空会社である。事故以外には、ミサイルでの撃墜未遂事件が発生している。フィンエアーカーゴ本社、ビルボーイング737から200回ダグラス、DC-9 から15回フィンエアーカーゴは、フィンランド航空の貨物部門で、貨物専用機の運航は、フィンエアーグループのノルディックグローバル航空が、行っている。 カーゴキャパシティは月間平均1000トン以上。フィンエアカーゴは世界各地への航空貨物輸送を担っており、毎週150便を超えるフレーターと RFS で委託された貨物はフィンランド航空が各路線で使用している旅客機の貨物室及びマクドネルダグラス MD-11F などの貨物機でフィンエアカーゴ本社があるヘルシンキバンター。 国際空港へ貨物運搬される。ヘルシンキ経由でヨーロッパとアジアを最短最速で結ぶことにより飛行距離を短縮し航空燃料費を削減している。フィンランド国内のフィンエアー機の着陸のうち60から80%は連続降下侵入方式によるもので不要な旋回や誘導路は使用せず、これにより二酸化炭素排出量の削減を実現している。 貨物は、ヘルシンキ到着当日には、空路、陸路、回路にて各地へ配送される。2013年4月7日から、ヘルシンキバンター国際空港に次ぐ、ヨーロッパにおける貨物のハブ空港として、ベルギーのブリュッセル国際空港を新たに、貨物ハブ空港として機能させ、ブリュッセルからは、貨物船も使用して、貨物を運搬する。2013年6月6日より、 マクドネルダグラス MD-11F 貨物、専用機の運行に加え、ヘルシンキブリュッセル線で使用しているエアバス A320 から200などの旅客機の一部を、エアバス A340 から300に大型化し、旅客機の貨物室もさらに活用することで、アジアとの貨物輸送量増加に対応する。ありがとうございます。